皆さん、イーロン・マスクがねツイッター社を買収することになったらしいですね、まあ、これはイーロン・マスク側からのコメントではなくて今までとは違ってツイッター社からの、まあ、公式なアナウンスだったと思います、まあ、イーロン・マスクに、まあ、あの買収されることを委ねるということだったんですけども細かいことはこれからも分かっていくと思いますということで今回はイーロン・マスクでいってみましょうか、まあ、こういうふうに言われてるんですよ失敗は結果として起こり得るものだと うん、でもしあなたが失敗していないとすればあなたは十分にイノベーティブなことをしているとは言えないということらしいんですよつまりイノベーションを起こそうと思うと新しいことをやろうと思うと必ず失敗をするんだということなんですよねだから失敗をするってことは新しいことをやろうとしていることの裏返しだからどんどんやれってことなんですよねところで吉田さんあれですね全国旅してあれですけども昨日は丸一日初めて吉田さんから動画を送られてこなかったんでもうやめたのかなと <laughs> 思わないでもなかったんですけども、まあ、ちょっとね、あ,あ来ないんだと思って、こんな日もあるんだなと、今の一日来なかったんで、ね、たぶんか生涯初ですね。うん、まあなんか、18年の集大成ということで、そっちに重きを置いてるのはまあ仕方がないかなと思いますけど、まああくまでも、億万長者合宿はね、合間合間でやってることですねで、まあちなみに、億万長者合宿を見て、私のところにメッセージをくださった方が昨日いらっしゃってね、あのまあ、YouTube でなんか活動してるよってことだったんですけども、ああ本当にしっかりやってるなと思いました。 で、えー、考えてみたら私も今度10年になりますね LINEGETS でもう49歳でいられるのもあと1か月を切ったわけなんですけども、うんまあ、10年の集大成として、ね、何かこう華々しいことをやるっていうことではないんですけども、まあ、私なりに今年は FX オリガルヒというグループを作れたのはまあ大きな飛躍になったかなと思いますねで ここでは私はねあの、本当にうまくいくのかなって、FX のオリガルヒっていうグループなんて、本当に大丈夫だろうかって、やっぱり新しいことをやろうと思ったらいつもね、不安が付きまとうわけなんですよ。でも不安があろうがなかろうが、やっぱり走り始めるしかないじゃないですか。うん、そこにはどんなけがが待ってるか分かりませんけどね、まあ、これからも走り続けていこうかなと思うばかりでございます。それでは、いっってらっしゃい